全然飲まなすぎて減らないので、今日はこのフレーバーコーヒーね、キャラメルのフレーバーコーヒーだったかな、ちょっと飲もうと思います。今日の朝ごはんベニエ作りました。いただきます。おはようございます。今日は10月の17日土曜日でございます。ちょっと朝ね、朝ごはん今日はねベニエをね作ったんですけど、久々に作ったんだけど、食べて少しゆっくりして、ちょっとねスイッチが入ってしまって部屋の掃除をずっとしておりました。私の自分のねオフィスで使ってる部屋が、まあ散らかってたわけではないんだけど、ちょっと奥の方まで掃除したかったので、今昔使ってたソファーベッド置いてるんだけど、それも動かしてね隅の方まで掃除しておりましてなんだかんだでもお昼過ぎちゃったんだけど、まだお腹空いてないから、ちょっとなんか後でお腹空いたら適当に食べようかなと思ってます。で今日は食材がね全然ないので、後でスーパー行けたらなと思うんだけど、ついでにドネーションセンターにいろいろドネーション寄付したものもたくさんあるので、今廊下にいっぱい並んでるんだけどね、まだ持ってけてないから、それもちょっと一緒に持っていこうかなと思っております。で、ね、初めてマスクを頼んでみました。コロナでね、そのマスクが今必要になってるので、お店入る時とか、まあ公共の場にいる時は必ずマスク着用しないといけないので、で多分それ今年いっぱいずっと続くと思うし、来年ももしかしたらまだまだね続くかもしれないなと思って、うちは布マスクを初めの方に作ってたから、まあ、洗濯して繰り返し使ってたんだけど、たまにねそのお店にさちょっと休業で あれ買いに行かなきゃと思った時とかに、近くのねスーパーとか、まあ、お店行く時にマスクを持たないで行っちゃうことが本当にたまにだけどあって、いちいちまた戻ってきてねマスクをまた取っていくってことはたまにあって、ちょっと車の中にマスクを入れておきたいなと思ってたので買ったんですけど、アマゾンでね買ったのね。で50枚入りで13ドル12ドルぐらいだったかな、安いタイプの、安いタイプっていうのかな、なんか20何ドルのもあったんだけど、私は13ドル12ドルぐらいのを買ったので、どうかわかんないんだけど、まあそのマスク自体にねその効果があるないはわからないから、まあとりあえず安いのを買ってみたんですけど、布マスクよりはいいかなと思って、一応個別になってるやつを買ったつもりだったんですけど、なってないですねこんな感じで、あれ個別のやつを買ったつもりだったんだけどな、しかもなんか箱がすごいボロボロなんだけど、フェイスマスク、一応黒いやつでこんな感じのね、黒のまあ使い捨てマスク、車に入れとこうと思って個別包装のやつを買ったつもりだったんだけど違ったみたいですね。50枚で多分10枚ずつ入ってるのかな、5パック入ってるから多分この中に10枚ずつ入っててジップロックがついてるやつですね。まあ個別包装じゃないから衛生面的にはちょっとあれ低いかなと思うけど、まあ一応ジップロックにはなってるから、これはね車の中に入れとけるかなと思うので、どうなんだろう。初めてマスクを買ってみました、アメリカで。どうだろうね、多分まあメイドインチャイナの安いやつだと思うけどね、ここに新品って書いて箱がものすごいボロボロなんだけど、まあしょうがないですね、とりあえずまあないよりはいいのでね、ちょっと車に入れておこうと思います。ちょっとね今ね携帯で注文の内容を見たんだけど、やっぱりインディビジュアルラップって書いてあるから、個別包装も買ったつもりだったのね。でレビューも結構良かったから買ったんだけど、でそのレビューのとこに、 Amazon だからレビューのとこに写真投稿してる人もいっぱいいて、ほとんどの人がその個別包装のやつなんだけど、何人かねこういう
個別になってない10枚セットでジップロックに入ってるやつ投稿してる人がいるので、何なんだろうか、間違いなのかどうしよう、めっちゃ迷うな。 Amazon だから返品できるけど、マスク、まあ開けてはないけどね、一応衛生用品だからこれ返品するのもなとも思うし、返品できるかもわかんないし、まあしょうがないか。ちょっとまたね、見て気になったら、これで使いにくかったら本当の個別のやつね買おうかなと思ってます。こんな感じでね、本当は見えるかわかんないけど全然見えないね個別に入ってるはずだったんだけど、まあしょうがないですね。とりあえずこれ使おうと思います。まあこの私のねお部屋のソファーベッドのクッション、この背もたれのクッションのカバーにも洗ってるんだけど、もちけんいつもこの辺に座ってるから見かけないな、見当たらないなと思ってこっち側にねくるっと回りましたら、めちゃめちゃいい感じのスポットで寝てますね。今ちょっと起きたけど最高じゃない、ここに頭乗っけて背もたれもクッションが効いてて気持ちよさそうですね。お昼寝中ですかちょっと今日は全然ねビログ撮れてなくて申し訳ないんですけど、ずっとね先生が車の作業を今日してたので車ね出せなかったから、あっという間にもう6時過ぎたかな、5時過ぎたかな、夕方になってもうね少し暗くなってきたんだけど、まあ今日土曜日だから多分混んでるだろうし遅めに行こうと思ってたんだけどね、あんまり遅くなりすぎても夕ご飯食べるものがあんまりないので、ちょっとねドネーションセンターにその寄付するものだけ落として、スーパーにお買い物に行ってこいと飲めます。スーパー着きました。最近なんかスーパーのねレイアウトがちょっと変わってなんかおしゃれになったんですよね。まだ多分改装中なのかな、チョコところどころまだ改装中っぽいけど、まああんまり変わってないんだけどね、こういうところが新しくなったのでちょっとなんか雰囲気違って見えますね。秋のお菓子がいっぱい出てますね。ケーキもめっちゃ秋になってる。ハロウィンキャンディーが 50% オフになっております。まあ、ハロウィン近いっていうのもあるけど多分今年はあんまり買う人がいないんだと思う、だからすごいいっぱい余ってるしね、買ってくみたいですね。ハロウィンデコレーションも結構余ってますね今年は、しょうがないけどね。はい、お家帰ってきました。今日買ってきたもの紹介します。このパン安かったからブリオッシュなんだけど買いました。なんか食べたことあるような気がするけど味覚えてないので、まあでもブリオッシュだから甘いね、ちょっと日本のパンに近い感じの、まあもう少し甘いめの黄色っぽいパンですね。あとこの辺お野菜、人参のこのキャロットチップスにしました。あとこれロメインレタスと、やばい電池がなくなってきたので早めに行きます。ネギと、サラダ、今日この辺食べようと思って、トマトとスープ、これ多分先生の朝ごはんかな、牛乳、あと富士アップルがね出てたので買ってきました。あとこれねクリアランスになってたんだけど、お豆腐で来年の7月まで持つみたいなのでいっぱい買ってきました。あと白菜とお肉、これね薄切りのポークが売っておりまして安かったのでね買ってきました。あとベーコン、ハム、チーズ、あとこれカルビーの、これ多分ジャガビーだと思うんだけど名前がねちょっと違うようになってるんだけど、これもねセールで安くなってたので買ってきました。あとこの辺炭酸水とコットンキャンディーグレープ、久しぶりに今日セールになってましたのでこれもね買ってきました。あとフリーザーバッグとか、今日の夕飯はサラダとねこのプロシュートとクラッカーとチーズでちょっとおつまみ系の感じのねご飯にしようと思っております。で卵とハロウィンキャンディー全部 50% オフだったので大きいバッグ2つとハイチュウとミルキーウェイ買ってきました。まあ、一応ハロウィン用に買った方がいいかなと思うのと、あとまあうち姪っ子もね甥っ子もいるからまあ余ったらあげれるかなと思って、多分先生も私も食べると思うので、はい、買ってまいりました。こんな感じでございます。今日はねライスクラッカーを買ってきました。普通のグラハムクラッカーじゃなくてちょっと軽めにね食べようと思ったので、ライスクラッカーの方がパリッとしてね美味しいから、今日はライスクラッカーにいたしました。
できました。胡椒だけねちょっとかけたので、ということで食べようと思います。ちょっと朝作ったこのベニエ、めちゃめちゃまだ大量に残ってるの。おやつでね1個食べたんだけど、まだまだいっぱい残ってるので、明日も明後日も食べれそうですね。はい、ということでただいま時刻12時1分です。ちょっと今日は夜更かししちゃいましたね。土曜日だったので、ご飯食べた後ねずっとパソコンしてたんだけど、もうでもさすがに12時なのでそろそろね寝ようかなと思います。久しぶりにスーパーに行ってこれたので、カリフォルニアから帰ってきて、なんだかんだ数日間ね、まあ約1週間ぐらいか、月曜に帰ってきたからまあ5日6日くらい全然食材がなくて、なんか家にあるものね寄せ集めていろいろまあ作ってごまかして作ってはいたんですけど、とりあえずまとまったお買い物できたので、野菜もねいっぱい買えたし、今日は夕ご飯に食べたライスクラッカー結構美味しくてね、しょっぱいかなと思ったんだけど、プロシュートがねしょっぱいからちょっとしょっぱすぎるかなと思ったんだけど、全然そんなこともなく、本当になんか軽いおせんべいみたいな、おかきおせんべいみたいな感じのね軽い感じで食べれて、でチーズもね買ったやつ結構美味しかったので、バーモントホワイトチェダーだったかな、なんかそんな感じのやつだったんだけど、プロシュートも普通の製品になってるやつじゃなくて、今日はこのスーパーのなんかブッチャーみたいなところで売られてるやつを買ってみたんだけど、そっちの方が安かったからそれ買ってみたんだけど、プロシュートもねしょっぱすぎずめちゃめちゃ美味しかったです。あとはサラダも一緒に食べたからね、またでもまだあと半分ぐらい残ってるから、また同じセットでまたできるのでまた食べようかなと思いますので、はい、こんな感じでございます。ということでもうね遅いので今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。